公衆連合ニュース、公衆アジア大会第15日の7日、サッカー男子の決勝が行われ、韓国が日本を2対1で下した。韓国は大会3連覇。韓国は前半2分に先制されたが、同27分にチョンウヨン、ドクシュトゥットガルトが頭で合わせ同点。後半11分に長英局、チョヨンウク、キムチョン勝負が決勝ゴールを決めた。 パリ・サンジェルマンの MA フリー・安人、イガンイン、ラ・年齢制限外のオーバーエイジ、OA、枠の選手も起用した韓国だが、年齢制限、24歳以下、より若い22歳以下で臨んだ日本に苦戦した。アジア大会で金メダルを獲得した韓国の選手たちは、事実上兵役が免除される特例の対象となる。